はい、ということで、古典文法助詞編ということでやっていきます。今日は接続助詞、思う公式で、押さえていきます。思わで、思わでのではないでって意味です。思わではないで。思いつつ、思っては思いながら、思いながら思うが、思うに、思うので思うが、思わば、もし思うなら、思えば思うので、解説していくね。まず、未然形、簡単に言うとアボインだ。アボインに続くのがで、打ち消し助詞と呼ばれていて、思わないで、思わで、思わないで、思わで、思わないで、思わ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 ないで、思わで、思わないで、思いつつっていう風なのは、反復とかいうものです。思っては思いながら、思っては思いながら、つつては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 ながら、思いながら、ね、思いながらっていう風なのは、実は、現代語訳するときも、実は思いながらでそのままになるときもあります。なんですが、実際、思うがっていう意味になるときもあるんだ。思いながらは思うが、思いながらは思うが、ながらが、ながらが、ながらが、思うに、思うに。この2に関しては、ので、またはがです。順接または、逆接となります。思うので、思うが、に、ので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 が、で、次ですね。未然形プラスバーですね。要するに、あの音プラスバーが来たら、もし何々ならというふうな、英語で言うところの if の意味が入ってきます。逆に、思えば、えばっていうのはこれ、依然形だ。依然形プラスバーと出たらのでなんだ。依然形プラスバーでので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 。もうちょっと補足します。思いつつの、ここは、連用形ですね。連用形。つつてはながらで思いながらここも連用形ですね。で思うにこれは終止形なんだ。終止形ね。いいですかね。で未然形依然形と、でないででないででないで、いつつてはながらいながらがうにのでがうにのでが、あば思うならば、えばのでということですね。はい、お次、思う連体形に物の物を物から物ゆえ物の物を物から物ゆえというふうに来ていたら思うがというふうな意味になります。なんで終止形じゃなくて連体形かというとここに物っていう形式名詞が来てるでしょ。これ物って名詞ですから体現ですからなんで連体形がつながります。まあいいよ物プラスのをからゆえ物プラスのをからゆえで思うがとなります。物プラスのをからゆえで思うが逆説モノプラスのからゆえで逆説なんとかだがというふうな意味になります。で、思うともっていうのがこれ終止形プラスともです。終止形プラスともです。で、思ったとしてもっていうような仮定ですね。ちなみに、逆説仮定条件という形になりますからね。ともでとしても、ともでとしても、ともでとしても、ともでとしても。で、ちなみに、美しくって形容詞が来た場合は、終止形じゃなくて連用形が来ます。まあ、文章で覚えよう。思うとも、美しくとも、思うとも、美しくとも、要するに、うが来てほしいわけだ、上側にね。思うとも、美しくとも、思うとも、美しくとも、思うとも、美しくとも、で、仮定です。で、思えども、思えども、思えども、これは依然形だ、思えども、と思うと来たら、逆説確定で、エドモと来たら逆説確定条件ですね。エドモと来たら逆説確定条件です。エドモと来たら逆説確定条件。エドモでけれども、どもでけれども。ね、ということで、モノプラスのからゆえでが、モノプラスのからゆえでが、思うとも、ともと来たらとして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 も、仮定を示す、ともと来たらとしても、ともと来たらとしても、動詞の終止形プラスとも、形容詞の連用形プラスとも、動詞の終止形プラスとも、形容詞の連用形プラスともで、こういうふうな意味になります。で、思えども、えどもと来たら、確定条件ね、依然形プラスどもでけれども、依然形プラスどもでけれどもとなります。はい、最低限の副助詞ですね。ダニということで、これはイーブンです。なんとかでさえもっていうふうな意味になるわけだ。なんとかでさえもと。もしくは、アットリーストっていうので、せめて〇〇だけでも。せめて〇〇だけでもと。はい。すらはイーブンなので、さえ、またはさえもと。いい？
で、さへときたら、これはまでもってなるわけだ。さへときてまでも。一応文法用語が類化というふうに来ているので、まあ追加して、この人も加えてこうなんだよっていうふうに言いたいときに、さえを使います。ダニスラさえって覚えよう。ダニスラさえ。ダニスラさえで迷ったらイーブンだと思ってくれ。とりあえずね。ダニスラさえで迷ったらイーブンだと思え。ダニスラさえで迷ったらイーブンだと思え。ダニスラさえで迷ったらイーブンだと思え。けれども、さえがイーブンになる可能性はない。なので、さえはまでも、さえまでも、さえまでも、ダニスラはイーブンだと思え。さえまでも、ね。ダニスラはイーブンだと思え。それで、さえまでも、さえまでも。ダニスラはイーブンだと思え。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 さえまでも。はい、ということで、終助詞いきましょう。さかなん。さかなんで、たえの願望です。咲いてほしいです。た、なむは咲いてほしいですね。なむほしいですね。なむ、てほしい。なむてほしいですね。なむてほしい。で、まあ、なむなので、手が欲しいって感じですよね。なむてほしい。たえの願望、なむてほしい。酒場や、これは咲きたいっていう意味です。自分が咲きたいんだっていうお花の気持ちになったって感じですね。ばあやはしたいっていう風な、変な語呂合わせがあります。まあ、結構覚えやすいと思うんですけど、ばあや、まあ、したいっていう意味ね、だから、ばあやはしたい。ばあやはしたい。まあ、ばあやはしたいってね、覚える人もいます。ばあやはしたい。なむてほしい。なむてほしい。ばあやしたい。で、な、咲きそ。なーそ。なーそ。僕はね、これね、にょろのところがなんか、本当に伸ばし棒だと思ってたので、これはなーそだと思ってました、ずっとね。ここのにょろには何かが入るよって。動詞とか形容詞が入るよって、それだけだった。ね。僕がバカだった。ね。なーさきそと。で、一応連用形です。なーさきそ、禁止。なーさきそ、禁止。なーさきそ、禁止。なーそ、なーそ、禁止。なーそ、なーそ、禁止って感じを覚えましょうね。で、咲くな。これはいいよ。現代語と一緒だから。酒かし、酒かし。これ別に命令形とも限りません。文末だったら何でもいいので、かかり結びがあったら、連帯形、もしくは以前形の場合、終止形の場合があります。まあ、もしくは普通のシンプルな文末であれば、終止形のことが多い。まあ、酒かし、酒かし。文末に念押しのかしがつくことがあります。酒かし、酒かし、酒かし。で、一応これも大事。がな、もがな、てしがな、にしがなは、自己、他、自己や、他者、限らず、自己や他者の区別なく、英単願望です。なので、なんとかしたいなとか、なんとかしてほしいなって意味になるわけだ。がな、もがな、たし、てしがな、にしがなは、なんとかしたいな、なんとかしてほしいなって意味になります。さかなんてほしい、なむてほしい。酒場や、自己の願望、咲いて、咲きたいな、咲きたい。酒場やは咲きたい、わやはしたい。で、な、咲きそ、咲くなよと。で、咲くな、酒かし、かしは念押し、酒、かし、かしは念押し、かしは念押し。で、なーそが禁止、なーそが禁止、なーさきそ、さくな、酒かし。がなもがな、てしがな、にしがなは英単願望。がなもがな、てしがな、にしがなは英単願望。ね。はい、最後、形助詞いきましょう。ぞうなんやかは連体形で結びます。こそは以前形で結ぶ。なんで、ぞうなんやか連体形。こそ以前形。ぞうなんやか連体形。こそ以前形。ぞうなんやか連体形。こそ以前形と。で、かとやは疑問反語の意味があるので、なんとかだろうかっていう意味や、なんとかだろうか、いや、何々でないっていう意味になります。で、次、わとかもうも実は係助詞なので、係助詞全部抜き出せって言われたら、わとかもうも抜いてください。で、こいつらは終止形で結ぶので、正直文末は変化なしです。で、一応、まあ、復習ですね。で、ないで、で、ないで、つつてはながら、つつてはながら、ながらが、ながらが、もののものを、ものゆえ、ものからは、なんとかだが、あば、えば、うとも、えとも、うとも、えども、ダニスラ言い分さえまでも、ダニスラ言い分さえまでも、ダニスラ言い分さえまでも、で、なむてほしい、ばあやはしたい、なあそなあそ禁止、がなもがな、せしがな、にしがなは、なんとかしてほしいな、なんとかしたいな、で、ないで、で、ないで、つつてはながら、つつてはながら、ながらが、ながらが、もののものを、ものゆえ、ものからは、なんとかだが、あば、えば、うとも、えとも、うとも、えども、ダニスラ言い分さえまでも、ダニスラ言い分さえまでも、ダニスラ言い分さえまでも、
で、ナム、手欲しい。バーヤはしたい。ナーソ、ナーソ、禁止。ガナ、モガナ、セシガナ、ニシガナは、なんとかして欲しいな、なんとかしたいな、でしたね。大丈夫でしょうか。